皆さんおはようございます、ヨッシーです。今日も PUBG ニュースセットやっていきたいと思います。皆さん今日もよろしくお願いします。ということで今日はね、ニュースセットモバイル1周年おめでとうございますということでやっていきたいと思います。はい、まあ、特に変わったことをやることではないんですけど、まあちょっとこの気持ちだったり、1周年迎えて、まあ、どういった感じなのかをね、ちょっとお話ししていきたいと思います。はい、ということで、まあ、ソロでね、のんびりお話ししていきたいと思うので、よかったら最後まで見ていってください。さらにチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。ではやっていきたいと思います。はい、マッチングしました。それではやっていきたいと思います。皆さん今日もよろしくお願いします。ということで、今日ですね、ニューステイトモバイル1周年ということで、まず何が言いたいかと言いますと、やはりこの視聴してくださっている方々や、ニューステイトモバイルでの、クラメンや、フレンドさん、もうたくさんの方とね、出会うことができてね、もうそれがね、本当に一番感謝だと思っています。なんかね、あっという間の1年だったと思います。はい。これから先もね、ニューステイトモバイル楽しんでいきたいなと思う限りでございますね。はい。うわー、いたわ。あー、イモってた。そんなとこにいたんですね。はい、マッチングしました。皆さんよろしくお願いいたします。ということでやっていきたいと思います。はい、スクワットというふうに、させていただいたんですけどね、まあエースクにはAWかエースクとかね、まあそういった公式パートナーという感じですが、まあそんな感じでもないので、はい、これからもまあ自分のペースでね頑張っていきたいと思います。はい、まあやっぱりね、このニューステートをやってね、たくさんの方と遊べたことが一番良かったなと思います。うん、まあ、これからもねたくさん遊んでいきたいと思うんでね、はい、皆さんこれからもよろしくお願いします。はい、それをどうしても伝えたかったんですよ。それをどうしても伝えたかったんで、はい、今回は動画としてねさせていただいております。はい、感謝を伝えたかった、ただそれだけだ。はい、ということで皆さんこれからもね、末永くよろしくお願いします。うん、これを言いたくてね動画を作っていたので、今回今日の動画はねそれを言いたかっただけです。はい、ありがとうございます。まあいいことやあまりこれは良くないなっていうこともあったと思いますが、はい、まあ、そんなこともね。あ、そう、これ登れるかな。いやマジかよ。あれ登れそうだ。あぶねえよ。まあ相変わらずね大したプレーを見せれないんで、皆さん大してね期待されずにちょっと見ていってほしいんですよ。ゆったりとまあ見ていってください。はい、まあ何より本当見てくださってありがとうございます。はい、ボットが来ました。1年間ありがとうボットさん、あなたのおかげでたくさんキルができた。ありがとうボットさん、すべてに感謝ですね。はい、すべてに感謝していきましょう。よし、じゃあ車を乗りましょう。はい、バギーさん、1年間乗らせてくれてありがとうございます。おかげで、たくさん移動することができました。ありがとうございます。乗りますね、まあ、今日もこれから先も乗っていくでしょう。よろしくお願いします。はい、まあ、ちょっとね朝撮影してるんで頭が回ってないんですけど、その辺はご理解ください。しょぼっとやられてしまったりするんで、まあ本当に気にせず見ててくださいね。どうしましょうかね。まだたくさん人もいるし。急に。マジ？びっくりした、人じゃん。はあ。びっくりした、人じゃん。せめて一言くれよ、ここにいるって。
びっくりした。ホラゲマジで一番びっくりしたかもしれない。今年最高の、今年最高のびっくりを見せられたわ今。驚いた驚いた。いますって言ってくれ、マジでびっくりしたわ。あの飛行機どこに行った？あそこに落としたのか。オッケー、なんか銃声してるぞ。いたぞ。は？オッケー、倒していく。倒していく。ボットさんですね。いやー、ありがとう、ボットさん。たくさん僕にやられてくれて、ありがとう。感謝しているよ。これからもたくさん僕にやられてくださいね、ボットさん。ありがとうございます。ハサミ撃ちだ。ああ、何？何？ホラード、ホラーになったの？急に。ほら。オッケー。なんかホラーになった、急に。僕だけゲームがホラーになっていく。はいはいはい。やってますね。パラディソとかだと思うんだけどな。いるとしたら、おそらく真ん中らへん。パラディソとか、その辺で戦ってるんじゃないかな。あそこ物資あるな。物資の近くに行って、物資を取っている人をちょっと狙いたいですね。せっかく森蔵の格好してるんで。ほら、いますね。おそらく物資を取りに行くんじゃないかなと思うんですよ。ほら、行くでしょ？絶対行くと思うんだ。これが多分ね、物資に行きますよ。で、物資取ってるとこ撃ちましょう。ラグ！さあ、取ってくれないかな？オッケーオッケー。オッケー。はい。おそらく物資を取りに来ると思いました。はい。だいたいやっぱみんな行っちゃう。私も物資大好きだから、行っちゃうもん。うん。間違いない。パラディソにいるのかな、おそらく。パラディソに人がいますね。おっと、これアンチ取った方がいいな。さ、残り1名。ああ、パラディソから来るね。うん。みんな見てて、パラディソから来る人を撃ちます。そこにいますね。外しましたね。はい、倒していく。ということで、1周年記念ドンカツありがとうございました。はい、ということで今回の動画は以上になってます。ニューステートモバイル1周年おめでとうございます。そして、皆さん1周年ありがとうございました。はい、これからもまたよろしくお願いいたします。ということで本日の動画は以上になってます。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。はい、また次回お会いしましょう。じゃあね、バイバイ。
くだ